えっとこの「残す主義捨てる主義」でですねまあ日本がまあ世界の中でえ比べてもまあ悪いところももちろんあるんですがいいと思われるところはですねわざとグローバリゼーションしなくていいとえ最近はですねトランプ大統領の失言とかまあイギリスの EU 離脱もしくはフィンランドのフィン人党がですね第2党になったようにですねまあ全体としてもう少し自分たちの文化を見つめてみようじゃないかと。良いところまで捨てて まあ世界標準に合わしそしてそれで自分たちが不幸になる必要はないんじゃないかっていうまあごくごく当たり前のですねまあ話が出てきてるわけですがまあ日本は特にユーラシア大陸にもなくですね遺伝子的にもおそらくはインド洋から東南アジアを回ってきた民族だと思われるので当然のことながら日本人というのがですねまあユーラシア文化と大きく違うと。その一番大きく違うところは ユーラシア文化つまりヨーロッパ中東中国の思想がですね所有主義というかですねとにかく所有するということが社会の根源を成しているわけですが日本は共存主義一緒に存在するというのを基本的概念にしているわけですからそれ自体は全く私は共存主義の方がいいんじゃないかと思うんですね。結婚と夫婦についても えー、ヨーロッパ的な考え方、まあ、これ中国もそうですねユーラシア的な考え方は夫が妻を所有してるわけですね、えー、ヨーロッパでは長くそれが続きまして、えー、アダムのあラらネでイブができたという概念から始まってですねこれは聖書に書かれてるわけですから絶対に、まあ、間違いない事実としてされてたわけですね。ですから まあ、日本では随分昔から女性が社会で活躍しているにもかかわらずヨーロッパでは本当に最近にならないと活動できないということですね。えー、フランスの女性賛成権は年年か6年に認められております、えー、トルコはまだ少し早くて1937年でありますが、まあ、日本は、まあ、現実的には戦後なんですが、まあ、女,女性の活動というのは自由に任されておりました。 それはあのヨーロッパが夫が妻を所有するというまあ所有の概念ですからねもともとがこれに対して日本は共存の概念ですから夫婦は一体であると一体であるったって同じことをするっていう今の方法は日本は取らなかったんですねえ男女共同参画っていうのが一番いわば夫婦一体という中ではまずい方法で役割分担するのが望ましいえ子供を産むということが夫婦にとって一番大切なことですから それを最優先すするわけですね。まあ、そうしますと子供を産むのが、えー、妻の方ですからそれから子供を育てるのも、まあ、おっぱいがついているってこともあって妻の方ですからですからこれを最優先にするということになって、えー、妻の役割は必然的に決まりますね。えー、家にいる家で子供を育てる家を守るとこうなりますから山の神になるわけですね。でここで、まあ、 あの現代の考え方つまりヨーロッパの考え方と違うのは日本では人間にとって最も大切なのは家庭であるという概念があるわけですね、まあ、それは私なんかは当たり前と思います。自、ま、自、あ、自分分分ががが生まれ自分が育ち自分が勉強し、えー、それからあ辛いことがあれば家庭に帰りそして家庭でこの世が終わると、まあ、いうことですから大切なのは家庭であり外に出るということは必要性があって外に出るという。 そういうい認れで,す、ね、で家庭を支配するのが、えー、妻であるとまあ、えー、山の神とも言いますし男子厨房にいらずつまり現在は台所っていうのがですね職場よりか下に置かれてるんですけども当然台所の方が上ですよね当たり前ですけど、えー、台所でご飯ができ生活の基本があるわけですからね さらに最近ではそれが家庭電化製品というものの出現に伴って大変に家庭というのは合理的になりましたから私はこの家庭を中心とした女性の役割分担というのは非常にいいと思っているんですけど何か女性の錯覚かそれとも男性に騙されたか分かんないんですけど家庭のことをやるのは一段低いことだから夫婦一緒にやったらいいというのが出てきたわけですが。 それこそが女性の地位を下げる行為なわけですね。ですから男性は当然それ以外のことを担当することになります。そこで軍事、戦争ですね。それから田畑を耕す。外に出て政治とかそういうのをやる。統治をする。それから漢字で、漢字だけしか使えなかったんですが漢字で文章を残すと。こういうように役割に制限がありました。 で女性は役割に制限をかけることはしませんでしたね日本ではもちろんあの、まあ、珍しい例ですが巴、えー、御前とか、まあ、そういうふうに男性と一緒に戦う人も女性もいてですねそれは別に構わなかったんですね、えー、女性だからそんなことやっちゃいけないなんていうことはなかったわけですね、まあ、オールマイティーでありましたもちろん女性の筋肉があれば 母畑を耕してもいいんですけど昔は幸運期がなかったので、まあ、男性でないと実体的に畑を耕したり鉱山で石炭を掘ったりするってことはできなかったんですかね女性はですから男性がやったっていうだけに過ぎないわけですね。で役割分担っていうのは非常にいいことなんですね。もちろん会社でもですね社長は社長の役割政府でも首相とか大臣とか役割があるわけですね。世の中で役割のない場所なんですがないんですよ。 役割を作る方がそれぞれの人がそれぞれの能力を生かし人間としての力を発揮しそして幸福な人生を送ることができるから役割があるんですねところがなんか誰かがそういうことをしないでですねまあやっぱり男性に対する恨みとか妬みとかそういうものから出てきたんじゃないかと思うんですが台所とかそういうものを一緒にやると一緒にやるほどひどいことはな,な,な,ないんですよね。特に 台所の仕事とか洗濯物なんかはですね一人一人のやり方も違うわけですよ茶碗をどこに置くかとかですねタオルをどう畳むかということから違いますからねですからそれを男性と女性と一緒にやったらですねそれは感性が違いますから、まあ、多くは女性が常に不満,不満になるさらには夫婦一体じゃないですからね男性としては少しずつサボる女性はやっぱり気になるからやる 結局は働くのは一緒に働き家事はやっぱり妻が基本的にはやるということになってですねお金は夫婦が同じく分けると一体何やってんの <laughs> 結局役割を決めずにですねそれからふあの日本の文化のように女性は全能だと全権を持ってる男性は制限があるっていうのは良かったんですけどそれは全部壊しましたからね。 まあだけど私が一番思うのはやっぱり夫婦一体だっていうあ,のあれがありましたね日本には。よくあの勉強してない人が戦国時代の武将が戦場で討ち死ぬと妻もまあ一緒に死んじゃうことが多いんですけども自陣してですねそれはその夫に従ってんだそうじゃないんですよそれはね <laughs> あのそ,のその大名なら大名武士なら武士の奥さんが自陣自分で自殺する時の文章を読んでみたら一発で分かりますよ。完全に あの自分は自分として判断されてますね。私はこれからこういう事情で、えー、ここで自殺をするんだと、まあ、いうことがはっきり書いてありますね。夫が死んだから私が死ぬなんていうのはないですよ。<laughs> まあ一個ぐらいあるかもしれませんけどね。基本的にはそれぞれ独立してるわけですね。何たって妻はやっぱり娘がいたり子供がいたりしてですねそれを守るのが女性ですからねずっと。全てを守るのが女性ですから 男性が外で死のうとんだろうと基本的にはその考えは変わらないんですね。夫婦一体であるという日本の思想はとっても大切じゃないかと思うんですよ。財産についても仕事についても。役割分担をするけども夫婦は一体であると。まあいうことがですね、もう大切な文化で私は今からでもそれに変えればですね、どういう役割分担を変えてもいいですよ。例えば 男性の方が家事に都合能力があるというまれな場合がある場合もあるんですねそういう場合は別にそういう役割分担をすればいいだけで今でもそういう人私知ってますよ「再婚しないんですか?」って言うと「いや再婚はしたいけど私は家事はちょっともう仕事が20年間独身で仕事やってるんで仕事を捨てることはできない」だから主婦つまり夫と書いた主婦と結婚できれば。 それでいいんだけどっていう人いますねだそれは私なんか全然こだわらないんですね要は夫婦が一体である役割分担を持つというのが日本のお主義でありそれは残す主義じゃないかと思います